右だな。どうした、もう歩けないなんて言うなよ。本当にそっちの道でいいのかい。かけるかい。どうせそのコインイカ様なんだろう。こいつには種も仕掛けもないさ。俺の幸運の女神だよ。銀河鉄道のレールを進む旅、星の海を渡る旅、そしてさまようのもまた一つの旅であることに変わりはない。参ったな。コスモボイラーの加湿プラグまで行かれやがったとは。ユニットごと行っちゃってるな。お前が全開で回しすぎるからだぞ。戦闘の時にはああするしか。でなきゃ今頃みんなあの世に直行ですよ。しかしここで簡単に修理できる代物じゃないぞ。そんなに特別な部品なんですか。ああ、テクノロジアの特殊パーツだからな。調整するにも専門の機材が必要だし。さてどうしたものか。だったら今から注文しますか。ここに届くまで1ヶ月はかかるけど。そんなに。あ、待てよ。確かこの近くに元テクノロジアの修理工が工場を開いてるって噂聞いたことがある。名前は確かチェリダン。じゃあその人に頼めば万事解決ってわけだね、赤月のおやつさんってことだ、デイビッド。ね。いやー、気持ちいいね。なんで俺も一緒なんだよ。当然。ま、時にはこうしてドライブってのも気持ちいいもんだろ。お、運が向いてきたぜ。さっさとシェリダンって人に修理してもらってビッグワンに帰るからね。いらっしゃいませ。とびきり冷えたクールなやつを一つでないと君の美しさに胸が火傷しちまうぜ。はい、かしこまりました。何やってんだか。車がない。あれれ、俺たちおいで先に行っちまったか。少し休んでこうぜ。さっき休んだばかりだろ。こう熱くちゃ光るびちまう。こうなったのも全部デビッドのせいだろ。車盗まれなきゃ今頃修理工場に着いてるよ。あれなんだよ。だからあれ、すいません。大丈夫ですか。ちょっと危ないじゃない。お願いします、町まで乗せて行ってくれませんか。え、いや助かったよ。ほら学ぶも俺を言って。本当地獄に舞い降りた天使だよ君は。俺たちは怪しいものじゃないよ。シェリダンと人の修理工場まで運んでくれないかな。え、あんたたち親方になんの用。親方。ああ、バッター何やってんだ。もっと腰を入れろ。いいか、腰はこうだ。
いいか、腰だぞ腰。だから腰はこうだ。盛り上がってますね。おう、デイビッドたちは戻ってきたかい。それが連絡取れなくて。まったく何をやってるんだか。そうか。こら、なんだその走り方は。しっかりももを上げていかんか。ほうほうだ。ま、どの道あの部品が戻らなくちゃここから動けないんだ。こいつも一休みできて喜んでるだろうよ。そうですね。で、どうだい一つ、こちらも一休みしてさ。やりますか。もう、ゆうきくん、一体何してんのかしら。すごいな、テクノロジアも目じゃないって感じだな。これなら修理もすぐに済みそうだな。これもあそこでクロマリアさんに会ったおかげ。いや、やっぱり運が向いてきたね。お、あのクローマリアさん。着いたわよ。ここが、こんなとこで本当に修理が。いやいや、本物ってのは案外こんなところに住んでるのかも。親方、お客さんよ、半年ぶりの。今度は追い返したりしないでよね。聞こえてる？親方、修理のお客さんよ。客より酒だ。酒はどうした？もう、ちゃんと買ってきたわよ。あの人がシェリダンさんみたいだな。わしはもう修理の仕事は受けんと言ったはずだぞ。帰れ。またそんなこと言って。部品だけでも見てあげたら？あの、これなんですけど。コスモボイラーの加湿プラグか。ろくでもない使い方しよって。バカみたいに全開で吹かすからだ。あかつきさんと同じこと。こんなものテクノロジアへ行けばいくらでも手に入るだろう。これが直らないと、俺たちの列車は動かないんです。それがわしと何の関係がある。そんな。親方。うるさい。すげえじゃん。触るな。これいつも磨いてるのか、じいさん。触るなと言ってろが。大丈夫？出て行け。お前ら全員すぐにここから出て行け。ごめんなさい、痛かった？いえ、でも本当にあの人腕のいい修理工なんですか？まあね、シェリダンといえば昔はテクノロジアでも指折りの修理工だったのよ。信じられないだろうけど。あのさ、それ私に修理させてくれない？だってこんなパーツいじれることなんてめったにないもの。お願い。どうする、デビッド？デビッド、もうちょっとのんびりしてくか。なんだよそれ、そんないい加減な。ま、なるようになるさ。
へえ、すごいな。そいつがじいさんの幸運の女神かい？おだてても何も出んぞ。さっさと帰った方が身のため。お、こいつが。うまそうだろう。さっき町で見つけたんで、ちょっと買ってきたんだけど。たまには人と飲むのもいいもんだぜ。銀河鉄道の部品を扱えるなんて。それで修理するんですか？ええ、作業機械はテクノロジア製じゃなきゃダメだって親方のこだわりなの。シェリダンさんの昔はあんな偏屈じゃなかったんだけどね。だから私も憧れて押しかけて弟子入りしたんだけど、せっかくの機械も宝の持ち腐れになっちゃうわよね。クローマリアさん、さあ親方の目を覚ましてやるんだから。それにしてもデビット何考えてるんだろう。聞く。飲みっぷりだけは一人前だな。どうも。おいおい、そんなにまずそうに飲まれちゃ酒がかわいそうだぜ。わしの勝手だ。あ、何の音だ。ただの剣先の音だ。この試運転がうまくいけば修理完了ですか？うまくいくよ、絶対。なかなか順調そうじゃないか。なあ、じいさん。かけないかい？マナブたちが修理しちまう方に先鋭。お前、ギャンブラーには向いてないな。あ？ねえ、あんな音じゃ、じき止まっちまう。出力が上がらない。止まった。まだまだ甘いんじゃよ。音だけでわかるなんてさすがだね。いい女だね。さすがテクノロジアでも指折りの修理工が手掛けた女神像だ。何が言いたい。じいさんの腕ならまだテクノロジアでもやっていけたんじゃないか。魂のない部品相手にか。冗談じゃない。そんなものこっちから願い下げだ。あいつらには何の個性もない。いくら手をかけても魂を込めても何も答えてくれん。部品を扱う連中も同じだ。用がなくなればポイッとお払い箱だ。あんなとこに戻ってのっぺらぼうの量産部品を作るくらいならこうして酒を飲んでる方がマシだ。酒はじいさんの思いに応えてくれたのかい？俺も機械を操る人間の端くれだからじいさんの言うことはわかるつもりだ。魂の込められた部品はマシンがいつも俺に答えてくれる。でも魂を込めるのは機械じゃない、人間だ。離れてくぜ。こっちから魂を入れてやらないと。部品も人間もな。生意気なガキだ。よく言われるよ。今度こそ、お願い、今度こそ上がれ、上がれ、上がって。ダメだわ。もうどこを直していいのかわからない。
仕方ない。他を渡った方が良さそうだな。それじゃあ修理代を受け取れるか。あんな仕事でって言われてもこっちが困るんだよ。じゃあ酒代ってことで。ふざけるな、うちは酒場じゃない。俺そうだったっけ。しっだったらえこいつで決めよう。賭けに勝った方が好きにするってのはどうだい。こいつは俺の幸運の女神だ。きっと運を運んでくれるぜ。賭けるかい、じいさん。俺の魂のこもったコインに。いいだろ、決まりだな。表が出たら俺の勝ちだぜ。嘘。好きにしていいだな。ごめんなさい、ユキさん。クローマリアさん。私、もう。やめろ、このバカモンが。親方。いい加減にしろ、酒がまずくなるだろうが。さあ、パッケージが取らん。それに研磨が甘い。今までわしの何を見とったんだ。もう一度最初からやり直しだ。じいさん。賭けはわしの勝ちだ。好きにしていいんだろ。もちろん。親方。ぐずぐずするな。はい。お前たちは邪魔だ。さっさと出ていけ。邪魔って。ほら、仕事の邪魔しちゃ悪いぜ。おい、こら。どうせイカサマするならもっとうまくやれ。シェリダンさん、どうしたんだい突然に。なるようになっただけぞ。裏？それでイカサマを言っとろ。種も仕掛けもないってな。確かに幸運の女神だぜ、お前は。ただいま戻りました。お？もう、ゆうきくんたら。脱出プラグセット完了。直ちにデスティニーへ帰還する。ビッグワン発進。了解。魂の音が聞こえるだ、じいさん。親方。あのバカまた吹かして。今度故障したら修理代踏んで食ってやる。さあ仕事だ。はい。どこかで誰かと巡り合う、それもまた一つの旅。その思い出は人をまた次の旅へと誘っていく。